3対3、2つに分かれました、風はホームの向かい風、少々強めの 4m、第10レース準優勝戦、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました、スタートは揃いました、6手横一線、1周の1マーク、こうなるとまずは逃げる体勢、速攻1号で原田に2号手、つけ前にいった、松山翔吾、おっと、そしてアクシデントもあった模様です、これは人気の原田か。 スタートは正常です、トップ独走は2号で抜けて、松山2番手争い3点3号艇5号艇外で並んで、左右打ち4号艇加わってスタート、正常です、1周2マーク、トップ前回2号艇2番手争い4号艇をつけて小回り、差して3号艇握って5号艇でホーム側です、1号艇の原田幸椰は失格となりました、なんと人気の中心、1号艇の原田は1周1マーク、アクシデントにより失格。 残った後手が今、二周の一マークにかかりますが、トップは抜けています。独走二号艇松山翔吾。二番手に五号艇下條が上がり、三番手が三号艇山田。まずピット離れ、ちょっと気になりました。そうですね。ちょっと足意識しすぎて、はい、ピット離れがおろそかになってましたね。スリットの足はいいので、<っ>遅れないようなスタートだけ行きました。差、はい、す意識で行ったんですけど、<っ>昨日の十二レース。 と同じ感じになるのがイメージついたんで。はい、気づいたら言ってた感じです。今日はじゃあ調整で、船足を意識されて。そうですね。全部良くなってたと思います。じゃあもう今は上位ってきっぱりと言えそうですね。はい。明日調整で意識する部分っていうのはありますか。もう回転合わせるだけで、足はすごくいいので、もう微調整でいきます。 3対3第11レース準優勝戦、進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました、少しばらけた、インから1号艇、センター勢3号艇、4号艇あたり、ースタート、早いスリット合戦、1周1マーク、逃げる1号艇、張っていったつぼみに握った3号艇、弾かれた、うちをついては2号艇、4号艇、6, 6号艇も間を割ってきて、バックストレッチは。 押し切って先頭は1号で坪井康二番手大混戦一歩出たのは4号艇2号艇安子内と上田が並んで内へ切り返して6号艇金子がやってくるスタートは正常でした1周2マークトップ旋回は1号艇坪井二番手争い4号艇安子内先手を取って2号艇渾身の差し返しで上田流星でありますがホーム側に戻って先頭は抜け出した1号艇康二番手争い接戦は4号艇安子内が一歩前一定進で粘る内から2号艇の上田流星これから二周の一マーク二番手争い抑え込んだ四号艇安子内がさ 先に回っていく一旦外へと開いて小回り差しの2号手上田の差しも鋭いぞこれはバックスレッチへ抜けて入ってきた内から2号手上田が捉えて外で4号手こらえるのが安コーチ2番4番ぴたりと並んでそこから5停止空いた4番手に3号手末永が追走2周の2マークトップは人気に応えて1号手坪井2番手争い内から2号手張ってった上田に握った4号手安コーチたまらずここは流れて交代して3番手2番手は逆転2号手の上田流星 今日はこのレース、ある程度調整はあった状態ではいけまししたでしょうかそうですね、昨日よりはいいかなと思うんですけど、まだ本当、微妙にちょっとしっくりきてない部分もあるんで、えー、んまあその辺なかなか難しいですけど、はい、合わせたいいなと思まますうん、まあ問題は特にはないんですけど、やっぱり人で一等で乗ってて、えーはい、少しちょっとロスしたり、うんなんか気持ちよく乗れてないんで。はい、はい まだこうしっくり感がないというか。そうですね。船の向きとかは悪くないんですけど。はい。はい、船足はもうバランスが取れて。バランス取れてます。はい。一、はい、周目とかはね、まだ悪くないんで。ええ、道中がちょっとふにゃふにゃするなって感じするんでね。はい、その辺だけです。はい。はい 本番6コース短期がましは6号手宇佐美潤、足負けなしで展開つける足、5対1、第12レース準優勝戦、インコースから1番、2番、3番、5番、4番、6番でスタートしました、わずかに外3手、5号艇4号艇6号手、好スタートでありますが、内寄り伸び返していく1周1幕、1号艇先前の秋元、待って、指しては2号艇の湯川、間狙って4号艇握った3号艇でありますが。 バックが抜けて先頭は持たせた1号艇の秋元がトップ抜け出して3点身2番手争いは2号艇3号艇湯川と津久井が並ぶあとはうちから5号艇やってきて後ろに6号艇4号艇スタート正常でした一周にマークトップ1回が1号艇秋元2番手5号艇をつけていった西山を包むように2号艇3号艇握り合ってホーム側に戻ります先頭は抜け出した安全圏1号艇秋元さあ激戦の2番手争い守る2号艇湯川を追っては5号艇西山がすぐ後ろ1ふた後さらに外に三号艇津久井後ろから六号艇宇佐美やってくる 2周の1マークは5号艇の西山が先手を取る2号艇、湯川はこれを回してさすがここは波にかかったぞさあ、バックスレッジで5号艇、西山がボート半分優勢ですが足は内から2号艇の湯川が強め2号艇、5号艇ぴたりと並んだ2番手争いでこれから2周の2マークへと移りますトップは1号艇ぶっちぎりの秋元2番手争い張って2号艇、前後ろ取った湯川の外にいる5号艇、西山ここはわずかに及ばず 前に出たのは再び二号艇の湯川康二リード二点差にとって一二五。一マクの足も、えーはい、それまでの足も、えー、しっかりしましたね。とりあえず湯川さんのピット離れがすごい出るんで、はい、それに対抗できるように叩いたんですけど、えー、全然あの対抗できてなかったですね。はい、<あ>足はちょっと落ちると思うんですけど、とりあえずピット離れだけはいいから進入できるようには、えー、しておきました。はい、湯川さんもいいんですけど、はい、それについて。 いけるぐらいのスリット後の足もあったんで、はいええ、足はいい,いいと思います。明日は調整で意識する部分というのはありますかもうちょっと足をしっかりしたいですけど、ピットバナでも、はい、しっかり出れば、ええ、いいと思います。はいはい